ママの愛情、それ夏に向けた清涼感、これが大根に出るんです。おこんばんは、リュウシママよ。ということでですね、今回は夏場ね、冷たいものを食べたくなるじゃないですか。でも大体キュウリとかナスとかのレシピは夏場っていっぱいあるんだよね。でもここはね、ちょっとお大根って大体煮物が多いから、大体あったかいものになるじゃないですか。なんですけど、今日はたっぷりお出汁をね染みさせた冷やし大根、すっごい美味しい副菜なんです。なんで今日はママの愛情がこもったお大根料理、冷製の煮物をですね、それをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきたいと思います。まずはお大根1分の1本、です。これで 450g ぐらい、はい。そして大葉、最後の仕上げにね。でこれ5枚、他の材料は概要欄に書いてありますので、そちらをチェックしてみてください。冷やし大根ね、作っていきたいと思うんですけども、冷やし大根を作る上で下ごしらえが重要でございます。お大根っていうのは下ごしらえで味が変わる食材ですので、最初にママの下ごしらえをしていきたいと思います。じゃあお作りしますね。皆さん濃いめでいいですか？割り物はどうしますか？あ、炭酸で、はい、かしこまりました。今日もお疲れ様。じゃあママもいっぱいいただいていいですか？あ、ありがとうございます。いただきます。ママだから固まってないよ。はい、じゃあもういただきます。乾杯。お疲れ様です。ああ。じゃあやっていきたいと思います。じゃあまずね、このお大根はかつらむきしてもいいんですけども、やっぱりかつらむきって大変じゃない？ピーラーでね、剥くとね、そこまでね、かつらむきしても味は変わらないので、ピーラーで、剥いてください。料理は愛情って言うけど、やっぱり愛情はね、相手にも込めるものなんですけど、やっぱりね、自分にも込めるものなんですね。大根の皮は後できんぴら味で入りつけると美味しいので、これは捨てないでくださいね。そしたら大根を、切っていきます。大体ね、輪切りで、大体ね、1センチちょいかな、輪切りにしていきます。こう切って、真ん中で切って、だいたい6等分の、少しね小さめのサイズにすると、とっても食べやすいです。この切り方はすごく楽だから、自分にも愛情を持つことは大事です。なので、疲れてる時はあまりしないと。全部6等分にしてください。はい、それではまず大根を煮ていきます。最初にね、大根をお水で煮ておくんですね。かぶるぐらいのお水、だいたいかぶるぐらいだから、だいたいね、これぐらいの鍋で 700cc ぐらいで、これ一回強火にして沸かして、沸いたら蓋をして、だいたい20分ぐらいね、大根にこうスッとね、15分から20分ぐらい大根にスッとこう串が通るまで煮ていきます。じゃあ、水から、煮て沸いていきましたね。で、まあ、根菜はね、水から煮た方がいいっていう風に言われてます。なんでかっていうと、こう徐々に徐々に水から温度を上げていくことによって、煮崩れしにくく熱が浸透するっていうのが昔から言われてるんですけども、まあ、沸騰した上でやっても、まあ、あんま変わんないと思うんだけどね、ママはね。今水から沸騰させて、で、これ蓋して、で弱火で、15分から20分ね、この状態で水から煮ていく。ママの特製の合わせだしを作っていきます。ここに水を 300cc 入れます。白だし、これうまつゆとかでもいいんですけども、まあ、ここは白だしがママ的にいいかな。大さじ1、大さじ2、大さじ3と半分、大さじ3半入れます。そしてお塩小さじ3分の1、そしてオイスターソース。白だしは、まあ、もうだし汁と同じ役割を果たします。そして、そこにちょっと今回冷やしなので、冷やしの、だしはちょっと塩分が強い方がよく染みます。なので、そのための塩分、そしてオイスターソースはコクとうまみとコクのバランスを整えてくれるオイスターソース
は入れるっていうのがポイント、ママポイントです。それでは弱中火で、15分煮たのがこちらでございます。ここでママポイント、フォークでどれぐらい煮えてるかをちょっと確認する。スーッとね、フォークが入っていくようであればもう煮えてますので、そんなにクタクタってなってなくても大丈夫ですよ。ここもママポイントなんですけども、大根を煮たお汁って結構大根の香りが強いんですね。なんで、これをこの煮汁を捨ててあげると大根臭さっていうのが抜けるので、煮汁を一回捨ててまたさっきの新しいだし汁を入れて煮込むっていうやり方をしてます。軽いひと手間なのでこれやってください。じゃあこれ一回捨てていきますね。じゃあ大根の汁を捨てました。でこれ戻します。このだし汁ね、汁をして作っただし汁を入れていきます。ちょっと火を通したいんですね。なんでこれ一回沸かせて、沸かしてから5分から10分ぐらいね煮ていきます。濃いねだし汁で沸かして、汁の味がこの大根に入る。これを大体5分から10分やっていきます。沸いたら蓋を閉めて、弱中火大体5分から10分でいきたいと思います。そして、ここから漏れ出るお出汁の香りでママを仕上げていきます。今日の営業は夜中の2時までだからママ頑張っちゃうぞ。はい、じゃあ大体6時分煮ましたかね。ちょっと開けてみたいと思います。こすっといってますね。これね、ママポイントなんですけども、これは大根の切った大きさだから6等分にしても、大根の幅がすごい太かったら、もうちょっと煮込んだ方がいいとかがありますんで、なんで、この時点で大根がすっとこう箸が通るっていうところを想像してください。そしてまだなんかかかりあるなと思ったらもうちょっと煮てくださいね。で今回はこれで大丈夫です。で器に移していきます。そしたら、この大お大根を移していきます。簡単だけど丁寧に炊いてるので、タッパーとか保存容器に入れてくださいね。で汁も全部入れちゃって大丈夫。この状態で、粗熱を取って冷蔵庫で冷やしてください。時間のない方は、粗熱を取った後冷凍庫で冷やしていただいても大丈夫なんですけども、大体冷蔵庫だと3時間ぐらいでしょうか。じゃあ皆さん仕上がりを楽しみにしてくださいね。はい、ということで3時間ぐらいママは営業してたので仕込みが終わってると思います。息子たちのために作った、半生込めて作った冷やし大根オープン。宝石みたい。あの人がくれたママの愛情を振りかけていきます。ママの愛情、それかつお節です。かつお節ってすごくうまみも香りも与えてくれる。で市販の白だしって香りはないのよ。ママの愛情ポイントで入れていきます。切っておいたこの大葉、さっき切っておきました。でこれを入れることによってすごく夏に向けた清涼感、これが大根に出るんです。ママの思い愛情を受け止めて。そしたらママ特製冷やし大根完成です。いただきましたので食べていきたいと思うわよ。キンキンに冷えてるから美味しいと思うわよ。いただくわよ。乾杯。あー、いただきます。うまっ。あ、ごめん、美味しゅうございます。うまい。塩加減絶妙です。鰹節と大葉の味が加わることによってすごく食べやすく夏向きになってる。日本酒行こう。日本酒バレーよ。どうや。うん、全勝。息子たちが乾杯。乾杯。息子たちが、いや、もう大丈夫、脱いでいいよ。いただきます。いただきます。うん、うまっ。しみしみ。この時間でしみんのよ。これは日本酒っすね。うん、これやばいね、マジで。大根夏場食べないでしょ。食べない、ね、でも大根って意外と安く売ってるの。夏は大根おろしだけじゃないの。簡単に言うと本当冷たい大根おでんだよ、普通におでんを作って冷やしただけ。実家の母とこれで飲みたいっすね。ちょっとね、ママ眠くなっ。ママはみんなのために働くの。ママ大丈夫だって言い始めたら終わりだから。すごいな、どこ見たの。で、カラオケ行ってます。あ、カラオケ行ってます。じゃあもう、じゃあカラオケタイムで。お疲れ様です。じゃあご延長ありがとうございます。
失敗でしょ。セガの日本酒飲むな。セガ開けちゃった方がいいんじゃない。そうそう、セガどうですか、セガとアトラス。じゃあちょっとあのこの間あのセガさんからいただいたこの大吟醸磨き3分3割5分監督の飲もう、うん、まず監督の飲もうよ。あいつかわいそうだから。ちょっと監督の谷口からもらったやつがあるからね。佐渡島の佐渡島だ。佐渡島の至る